はい、それでは第10回目の人工知能の講義を始めます。今回は前回に引き続きニューラルネットワークについて学びます。講義の内容としましては、機械学習のアルゴリズムの最後の回で、ニューラルネットワークの中でも深層学習について学びます。構成としましてはこのようになっていまして、まず最初に前回学んだ2階層のニューラルネットワークの応用例としまして、文章分類を紹介します。そして次に深層ニューラルネットワークを用いた特徴抽出について学びます。ここでは文章分類の一つである感情分類について紹介したいと思います。感情分類というのは、文章の内容からその文章が肯定的か否定的かを分類するタスクとなっています。この感情分類はすでに実用化が進んでいまして、Yahoo Japan のリアルタイム検索では Twitter の文章を自動的に感情分類する機能が提供されています。以下は Yahoo Japan のリアルタイム検索にて2017年12月5日時点で話題となった有名人の上沼恵美子とトロサーモンに関するリアルタイム検索の結果の例となっています。この2017年12月には M1 にてトロサーモンが優勝しまして、そのトロサーモンに対して辛口のコメントをした上沼恵美子に関するツイッターの文章の中では、このように赤色の否定的なコメントが多くなっていると感情分類により分析されています。一方、トロサーモンに関してはこのように緑色の肯定的なコメントが多くなっているということが、自動的に感情分類によって分析することができています。さて、このような文章を分類するためには、文章をそのままニューラルネットワークに入力するわけではなく、特徴抽出を行い、数値化された特徴ベクトルをニューラルネットワークに入力し、肯定的か否定的かの分類を行います。文章の特徴量の抽出方法というのは長年研究されてきまして、様々な方法がありますが、ここでは最も単純なターミフレイケンシーと呼ばれる特徴量を紹介したいと思います。タームフレイケンシー特徴量、略して TF 特徴量では、まず文章を形態素解析で単語に分割します。そして次に分割した単語ごとの出現回数を数えて特徴量ベクトルを作成します。ここでは簡単な例としまして、和歌山はみかんの名産地です。みかんは好きですか？という文章に対して、この TF 特徴量をかけた例を見てみましょう。まず、ステップ1としまして、形態素解析を行い、この文章をこのような単語に分割します。そして、それぞれの単語の出現回数を数えます。単語の種類としましては、和歌山、葉、天、みかんの名産地です。丸、好きか、クエスチョンマークがありますが、それぞれの出現回数はこのようになります。ここで、ハート、みかん、そしてですが2回出現しているのに対し、それ以外は1回の出現回数となっています。
そしてこれらの出現回数を各要素に持つベクトルを特徴量ベクトルとしてニューラルネットワークに入力します。それではこのような文章特徴抽出方法を用いて Amazon の商品レビューの感情分類をしてみましょう。まず学習データを準備します。学習データは実際の Amazon の商品レビューの文章のうち、星の数が4個以上のものを肯定的、一方3個以下のものを否定的にカテゴリー分けした教師データを準備します。ここでは1000件のデータを準備することとします。そしてそれぞれの文章から文章特徴量を抽出します。例えば、このように星の数が1個しかない商品レビューの文章は否定的なカテゴリーに分類し、一方星の数がこのように5つある場合は肯定的な文章としてカテゴリー分けします。そしてそれぞれの文章から先ほどのような文章特徴抽出方法を用いて特徴量ベクトル X を作成し、そしてそれぞれのカテゴリーを表す出力 Y を設定します。具体的には否定的なカテゴリーに対してはここでは0を設定し、肯定的なカテゴリーに対しては1を設定することとします。このように準備した学習データを用いて2階層のニューラルネットワークを学習します。このグラフは横軸に更新回数、そして縦軸に交差エントロピーを取ったものとなっています。学習データを用いてニューラルネットワークのパラメータを更新することにより交差エントロピーが減少しているのがわかります。しかしながら約750回目で学習は収束し、それ以降は交差エントロピーは減少していないこともわかります。右のグラフは学習データに対するニューラルネットワークの正解率を縦軸にとってプロットしたものです。先ほどの交差エントロピーが減少するのと同じ速さで正解率、つまりアキュレシーが増加しているのがわかります。しかしながらこちらも約750回目の更新で学習が止まっているのがわかります。ここでは縦軸を見てみると約 0.8 のところまでアキュレシーが上がっているので、つまり10回中8回学習データを分類することができています。次に2階層のニューラルネットワークにこのような中間層と呼ばれる新しい階層を追加した3階層のニューラルネットワークを同じ学習データを用いて学習してみます。そうするとこのように先ほど2階層では750回目で止まっていた交差エントロピーが3階層のニューラルネットワークでは止まることなく減少していっているのがわかるかと思います。同様に正解率のアキュレシーも750回以降もどんどん増加して最終的には10回中9回以上を正しく分類するところまで学習が進んでいます。それでは実際に学習した3階層のニューラルネットワークを用いて
感情分類を行った結果の例を見てみましょう。ここでは学習データとは別に用意した評価データに対して3階層のニューラルネットワークを適用した結果の例となっています。まずこの列にはセンテンス、つまり商品レビューの文章、そしてこのスコアと書かれている列には正しいカテゴリーの番号、ここでは1が肯定的、0が否定的なラベルになっています。そして最後の列プレディクトでは、ニューラルネットワークにより分類したカテゴリーが記載されています。このようにスコアとプレディクトの列のカテゴリーが多くのケースにおいて一致しているのがわかるかと思います。しかしながらところどころ間違えるところもあるというような結果になっていて、正解率は約 85% となっています。例えばこのような7番目のデータのように、 Don't buy it っていうのは明らかにネガティブな意味になっているわけですが、このような文章に対してはこの3階層のニューラルネットワークと先ほどの紹介した単純な特徴抽出方法でも精度よく分類できているわけですが、一方このように10番目の文章のように、 I bought cheese hoping I could make my Bluetooth headset fit better but cheese というように複文になっている、接続詞が入っていて複文になっているような場合は、先ほどの単語レベルで特徴抽出する方法では十分にその意味を捉えることができていないため、このように予測は間違っている場合があります。このような長い文章で文章のコンテキストを考慮しなければいけない場合は、より先端の文章特徴抽出方法を用いる必要があります。ここまでが前回学んだ2階層、または3階層のニューラルネットワークを用いた文章分類の応用例でした。ここからは深層ニューラルネットワークを用いた特徴抽出方法について学んでいきます。まず最初に強者理分類問題と特徴抽出方法について簡単に復習したいと思います。まず特徴量は先ほどの文章分類でも出てきましたが、生のデータから抽出した分類に必要な数値化されたベクトルです。そしてその特徴量を抽出するための特徴抽出方法は、各分野の専門家が専門知識に基づき設計してきました。例えば画像を分類したいという場合は、シフトという特徴量などが用いられまして、シフトでは画像からコーナー点などに対応するキーポイントを選択します。そしてキーポイントの周辺の部分画像における輝度値の勾配を求めます。そして画像全体におけるキーポイント周辺の輝度値の勾配のパターンの出現回数を数えて、このようなヒストグラムを作ります。そしてこのヒストグラム、瓶を各要素、瓶の高さを各要素に持つベクトルを特徴量ベクトルとして抽出します。このような特徴抽出方法により得られたベクトル X を強者理分類や回帰のモデル、例えばニューラルネットワークに入力をします。つまり従来はこの入力データと特徴抽出方法と機械学習による
分類や回帰というのは別々の処理になっていました。しかしながら近年のディープラーニング、つまり深層学習の登場により、この機械学習とは別に処理をされていたこの特徴抽出の部分も機械学習をする時代になりました。それでは深層ニューラルネットワークの基本構成について、大規模画像分類イメージネット2012で優勝したアレックスネットを用いて説明していきたいと思います。アレックスネットはこの図のようにコブ1層、コブ2層、コブ3層、コブ4層、コブ5層、FC6 層、FC7 層、FC8 層からなる8階層のニューラルネットワークとなっています。このアレックスネットはこのように特徴抽出部と分類部から構成されていまして、特徴抽出部は画像に特化しましたコンボリューショナルニューラルネットワーク、略して CNN を用いています。 CNN はこの左の画像を直接入力し、その画像の中で分類に必要な特徴量を抽出します。各 CNN の階層、例えばコブ1、コブ2などの階層にありますこの直方体の図は、その階層における画像サイズとチャンネル数を表しています。画像サイズはもともとの入力画像では 227×227 となっていたのに対し、各 CNN の階層では、まず1階層目コンブ1階層では 55×55、コブ2階層では 27×27、コブ3層では 13×13 というように、徐々に画像のサイズが小さくなっていっているのがわかるかと思います。コンボリューショナルニューラルネットワークでは、各階層でフィルターを画像に対してかけることにより、画像のサイズを落としていきます。一方、チャンネルの数に関しては、入力画像は RGB の色に対応する3チャンネルになっていたのに対し、CNN の各階層ではそのチャンネルの数をこのように96、256、384と増やしていっているのがわかるかと思います。これは各階層にて画像に対してかけるフィルターの数に対応しています。このようにCNN では画像の解像度を落としていくことにより、分類に有用な特徴量を抽出します。そして最後に特徴ベクトルに変換して分類部に渡しまして、分類部ではこれまで学んできた2階層や3階層のニューラルネットワークを用いてラベルを出力します。例えばラベルを猫と出力した場合、本当のラベルは犬ですので、その間の交差エントロピーを測り、その誤差を各階層に伝播していきます。そして最終効果法を用いてパラメータを更新します。
はい、それでは本日最初の演習問題に行きたいと思います。まず最初にいつものように、これらの情報を必ず各自のノートの一番上に記載してください。そしてその下にこの演習問題1を解いてください。演習問題1の問い1では、先ほど導入しました深層ニューラルネットワークを構成する2つの部の名称とそれぞれの役割について述べてください。次に問い2としましては、深層ニューラルネットワークの学習方法の概要を述べてください。次にコンボリューション層の処理について説明します。コンボリューション層は日本語では畳み込み層と呼ばれていまして、入力画像に対しカーネルの畳み込み演算によるフィルター処理を行います。例えば、このような 227×227 の画像が入力されると、コンボリューション層ではこの画像全体に対して一つのフィルター処理を行うのではなく、このように場所ごとに取り出した部分画像に対してフィルター処理を行います。ここではこの部分画像は 3×3 の大きさで、記号として X を用いて表すことにします。またこの X の下についている R と C は、この部分画像を入力画像から取り出したウィンドウの場所を表していまして、 R は行のインデックス、 C は列のインデックスに対応しています。この部分画像に適用するカーネル、つまりフィルターは、このように部分画像と同じ大きさの 3×3 の行列となっていまして、記号として W を用いて表します。そしてこの W の下についている1はカーネルのインデックスを表しています。そして部分画像にフィルターをかけるために、部分画像とカーネルの要素ごとの積の和を計算します。この要素ごとの積の和の計算が畳み込み演算と呼ばれていまして、畳み込み演算の結果はスカラーの値になっており、コンボリューション層は最終的に出力する特徴マップと呼ばれる低解像度の画像の、この赤枠ような、のようなピクセルの値に対応しています。この畳み込み演算を用いたフィルター処理を複数のカーネルごとに行いまして、そして特徴マップの各ピクセルの値を計算します。また部分画像はこの赤枠のような一つの場所から抽出されるわけではなくて、この赤枠のウィンドウを画像上でこの矢印のように動かし、スライディングさせ、場所ごとに抽出します。例えばこのようなピンクの枠と緑の枠から抽出した部分画像に適用した畳み込み演算の結果は、この右の特徴マップのそれぞれピンクと緑の枠の値として出力されます。さて、専門用語としましていくつか紹介したいと思いますが、部分画像のウィンドウをこの矢印に沿ってずらす際のずらし幅のことをストライドと言います。また、この犬の画像の外側にこう縁がついていると思いますが、この額縁のような枠のことをパディングと言います。パディングはこの部分画像のウィンドウが端っこに来た時に、その端っこにある物体の、例えば犬の顔が枠の中心に来るように余白を持たせるためのものとなっています。
さて、この部分画像に適用しているフィルター、つまりカーネルの各値、例えばこの W1 のカーネルの値はこのように0、0、1、1、0、1、0、0、0となっていますが、この値は固定ではなくて、パラメーターになっています。そして、コンボリューション層の学習というのは、このカーネルの値を分類精度が改善するように決定することに対応しています。また、コンボリューション層は一見複雑な処理をしているかのように見えますが、この部分画像とカーネルの畳み込み演算は単純な線形変換に対応しています。式で表すとこのように特徴マップ F1 の R 行目 C 列目のピクセルの値はこのように部分画像の R 行目 C 行目の部分画像 XRC とカーネル W1 の内積、要素ごとの積の和という線形の計算に対応しています。同様に、2つ目の特徴マップの F2 に対しても同じような線形の変換の計算になっています。それでは本日2つ目の演習問題に行きたいと思います。この演習問題2では、先ほど導入しましたコンボリューション層の処理を各自手を動かして行ってください。まず問1では、入力画像 6×6 の入力画像 i に対して、2×2 のカーネル W1 と W2 を用いてコンボリューションの処理を行ってください。そしてその出力結果の特徴マップを作成してください。次、問2、カーネルがどのようなフィルターに対応しているのかを考察してください。それでは実際に学習により獲得したカーネルを見てみたいと思います。ここではイメージネット2012で優勝したアレックスネットの8階層あるうちの1層目のコンボリューション層で用いられている96種類の 11×11 のカーネルを、この図のようにヒートマップを用いて可視化しています。ここでこの一つ一つの小さな画像がカーネルに対応していまして、赤い部分がプラスに大きいところ、そして青い部分がマイナスに大きいところに対応しています。先ほどの演習問題でもそうでしたが、プラスの値とマイナスの値をうまく調整することにより、様々な形に反応するフィルターを作っています。そしてこのカーネルを用いて入力画像に対してフィルター処理を行った結果が、この右の下の図のようになります。この一つ一つの小さな画像が 55×55 の大きさの特徴マップとなっています。それぞれが異なる部分に反応して、異なる特徴マップが作られていることがわかるかと思います。例えばこの画像なんかは、犬の背後に反応しているのが分かります。またこの特徴マップは犬自体に反応していて、そしてこの特徴マップのこの辺は犬の尻尾などに反応しています。
まあ、このように1層目のコンボリューションでは多様なエッジに反応するフィルターが学習されています。次にプーリング層の処理について説明します。先ほど説明しましたコンボリューション層の処理ではフィルター処理を行うことにより画像の解像度を落としていました。しかしながらコンボリューションの処理だけでは画像の解像度を十分に落とし切ることはできません。そこでより早く画像の解像度を落としていくためにコンボリューション処理の後にプーリング処理が行われます。ここでは説明を簡単にするためにあるコンボリューションの処理の出力がこのような 6×6 の特徴マップ画像になっていたとします。プーリングの処理というのはこの特徴マップに対してコンボリューションの処理と同じように部分画像を取り出し、そして部分画像ごとに平均や最大値を計算します。ここではこの部分画像をは 3×3、 つまり特徴マップの4分の1の大きさに対応していたとします。すなわちこのコンボリューション層からの出力である特徴マップのこの色分けした部分にそれぞれの部分画像が対応していたとしますと、マックスプーリングと呼ばれる最大値を取るプーリングの処理ではその色分けされた部分画像ごとに最大値を計算します。例えばこのピンク色の部分では8が最大なので8をだけを残し、また下左下の緑色の部分では5が最大値ですので5だけを残すという処理を行います。これにより 6×6 の特徴マップ画像が 2×2 の特徴マップ画像に解像度を落とすことができます。コンボリューション層と同じようにプーリング層でも部分画像の大きさをカーネルサイズ、そしてストライド、パディングの設定を行い処理をします。それでは演習問題3としまして、各自マックスプーリングの処理の計算をそれぞれ手を動かして行ってください。ここでは特徴マップ画像として F1 と F2 がコンボリューションの処理から出力されたものとします。この特徴マップはそれぞれ 3×3 の大きさになっています。これに対してカーネルサイズ 2×2、 そしてストライド1のマックスプーリングの処理を行った後の特徴マップを作成してください。それでは実際にアレックスネットのコンブ1層で得られた 55×50 の特徴マップにマックスプーリングをかけた結果を見てみたいと思います。ここではカーネルサイズが 3×3、 ストライド2のマックスプーリングを行っていまして、もともと 55×55 の大きさの特徴マップが 27×27 の特徴マップに圧縮されています。この上の元の特徴マップと圧縮後の下の特徴マップを見比べてみますと、赤色や青色の値を保持したまま解像度を圧縮することができているのがわかるかと思います。まあ、このように特徴抽出部ではコンボリューションの処理とプーリングの処理を繰り返していくことにより入力画像の解像度を落としていき、重要な特徴量を抽出します。
もう一度この AlexNet の各階層の処理を見てみますと、まず昆布1層目ではこの 5×5 のカーネルを用いてコンボリューションを行い、もともと 227×227 の大きさの画像を 55×55 に圧縮しています。そしてその後コンボリューション2、コンボリューション3、コンボリューション4層では 3×3 のカーネルを用いたコンボリューションを行っています。そしてコンボリューション1層とコンボリューション2層ではコンボリューションの処理の後にマックスプーリングの処理を行っています。そして最終的にはコンボリューション5層目で 13×13 の低解像度の特徴マップに圧縮されたものが256枚作られていまして、でさらに最後にマックスプーリングで 4×4 にこのそれぞれの特徴マップを圧縮しています。それでは次にフーリーコネクテッド層の処理について説明します。先ほどの特徴抽出部ではコンボリューションとプーリングの処理を交互に繰り返すことにより、例えば256枚の 4×4 の特徴マップを作りました。そしてこの特徴マップをニューラルネットワークに入力するために各ピクセルの値を並べ替えた 256×4×4=4096 次元のベクトルを作ります。そしてこのベクトルを特徴ベクトルとし、ニューラルネットワークに入力します。AlexNet では、この入力層を FC6 層と呼んでいて、そして次に4096個のノードを持つ中間層に、各エッジに割り当てられた重み係数 W との内積を計算することにより、つまり線形結合の計算をすることにより変換をして各中間層のノードの値を出力します。そしてさらにこの FC7 層の中間層から FC8 層の出力層に対しても同様の線形結合の処理を行って、出力ノードの値を求めて、でその出力ノードの値に対してシグモイド関数を用いてスコアの値に変換して出力します。それぞれの階層の間にエッジに重み係数が割り当てられていて、この重み係数は分類精度が改善するように学習します。もう一度 AlexNet の分類部の整理をしますと、特徴抽出部から受け取った256枚の 4×4 の大きさの特徴マップを並べ替えて4096次元のベクトルを作り、それを FC6 層に入力します。そして全結合と活性化の処理を行い、最終的には FC8 層でそれぞれのカテゴリーに対するスコアを出力します。それでは先ほどから入力画像の例として用いているアイリッシュテリアという種類の犬が写っている画像をAlexNet に入力した場合に得られる結果の例を見ていきたいと思います。AlexNet は画像を入力すると1000種類のカテゴリーに対するスコアを出力します。
その1000種類のカテゴリーの中には、車であったり、動物であったり、日用品であったり、様々な物体や動物の種類が含まれています。そして、この下のグラフは横軸に1000種類のカテゴリーのそれぞれの番号、そして縦軸にそれぞれのカテゴリーに対するスコアを取ったグラフになっています。何箇所かでこのアレックスネットは高いスコアを出しているのがわかるかと思います。その高いスコアを出したうち上位5位までを表示したのがこの上の図になります。1つ目が0.67のスコアでアイリッシュテリアとなっていまして、正しくアイリッシュテリアを一番高いスコアで出力することができています。そして次にスタンダードプードルを約0.12のスコアで出力しています。その下も約0.01ぐらい以下ぐらいの値でスコアを出していますが、上位4位までが犬のテリアの種類に対応しています。従いまして、アレックスネットはこの画像を、テリアの種類であるということを認識しているのと、さらにそのテリアの中でもアイリッシュテリアを正しく67%の確信度で予測することができているのがわかります。最後に、深層ニューラルネットワークのパラメータ数について説明します。まず、コンボリューション層の出力する特徴マップの大きさは、このようにまとめることができます。ここで、I サイズは画像の大きさ、K サイズはカーネルの大きさ、P サイズはパディングの大きさ、そして S サイズはストライドの大きさとなっています。次に、学習パラメータ数ですが、各コンボリューション層におけるパラメータ数は、カーネルの大きさの2乗足す1かける入力のチャンネル数かける出力のチャンネル数となっています。また、各 FC 層のパラメータ数は、入力のノード数かける出力のノード数となっています。アレックスネットの各階層のパラメータ数をリスト化したものが、この一番右の列になります。このように前半のコンボリューション層のパラメータ数はに対し、 FC 層のパラメータ数が大きいことがわかります。全体では6000万パラメーターある中で、約80%のパラメーターが FC 層にあります。コンボリューションニューラルネットワークの多層化と性能の推移です。ここで棒グラフの上についている数字は、誤分類率、そしてこの四角の中に書かれている数値は、ニューラルネットワークの階層数となっています。右から左に行くにつれて、細菌の方法となっています。このように、2012年にイメージネットで優勝したアレックスネットは、8階層であったのに対し、年々階層数は増えて、19階層、22階層、そして152階層まで増大しています。一方、誤分類率は逆に減少して、最近では3.57%まで減少しています。
この図は、一番左に2012年で優勝したアレックスネット、そして2014年で優勝した VGG が真ん中、そして一番右に2015年に優勝したレジデュアルネットと呼ばれる152階層の階層数を比較したものとなっています。このように階層数が10倍以上に20倍近く増大しているのがわかるかと思います。しかしながら、ニューラルネットワークのによる性能の改善は単に深くしただけではなくて、深くしても学習できるように様々な拡張や改良が行われてきています。それでは、最後に課題を出して本日の講義を終わりにしたいと思います。まず最初の課題1は、深層ニューラルネットワークのパラメーターの種類とその学習方法についての記述問題となっています。次に問2は、本日紹介しましたコンボリューション層、プーリング層、フリーコネクテッド層の役割について述べてください。次に課題には、コンボリューションの処理に関する問題となっています。演習と課題の提出方法について説明します。まず、演習レポートについてです。授業中に出題される演習問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上には、演習レポート、日時、視聴した場所、学籍番号、氏名を必ず書いてください。もし自宅でこの動画を視聴し、演習問題を解く場合は、このように、その場所がわかるように記載してください。また、大学の教室 A101 の机番号32番で、視聴し、演習問題を解く場合は、このように分かるように記載してください。ノート用紙1枚ずつをスマホなどで撮影し、授業の当日中に Moodle にて提出してください。次に課題レポートについてです。授業の最後に出題される課題問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上に課題レポート、出題日、学籍番号、氏名を書いてください。ノート用紙を1枚ずつスマホなどで撮影し、次回の授業開始前までに Moodle にて提出してください。